ブレンダーは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ヌフェルデン郡に、属す、マチソンザムトゲマインデテディンクハウゼンを構成する自治体の一つである。ブレンダー集落の他に、この町には、以下の集落が属す、アドルフスハウゼン、アメドルフ、アインステ、ガールストルフ、ヒッテストルフ、ホルトゥブ、イントシェーデ、オイステ、レーア、リッツェンベルゲン、ゼイシテッド、バルステ、 ヴィンケル。最も古い集落はオイステで860年に記録されている。ついで、リッツェンベルゲンとアメドルフが935年の文献に記録されている。ブレンダー自身は1186年にブレンディーヤとして記録されている。この他の古い集落としては、1124年の記録があるイントシェーで1179年にその名が記されている。 ヒッテストルフが挙げられる。これらの集落の貴族は、たびたび変わった。宝や博、フェルデン、シュバルメなどに属した時期がある。現在の自治体としてのブレンダーは1972年に成立した。町議会は13議席からなる。町長はアンドレアスマイヤーである。銀字に赤い縦て帯の中に、右に傾いた左向きのゴシック様式の鍵。帯の向かって、 左側は先端が尖った黒い十字。帯の向かって右は垂直に配置された赤い爪を持つ黒い熊の腕。波状に分割された青字の基部には奥が開いた金の腕輪が描かれている。ブレンダーはザムトゲマインでテディンクハウゼンの中で最も公共交通機関の便が悪い。このため自動車を持たない若い人たちに人気が低い。イントシエーデには ベーザー側の水位測定所を兼ねた訪問施設がある。この辺りには古くからベーザー側を運行する船から通行税を徴収する税関が置かれていた。この町には合わせて3つのプロテスタント教会がある。これらはプロテスタントのハノーファー教会に属す。ブレンダー中心部の東に広さ6.3ヘクタールのブレンダー湖がある。南北に細長く伸びた湖で長さは 1> 約1キロメートル、幅は最大1 0 0メートルである。この湖は1936年から自然保護地域に指定されている。約5 0メートルの区間が踏切板や飛び込み台のある水浴地となっている。ありがとうございます。